皆さんこんにちは。 FX 投資研究所の斉藤学です。今回はジビレースやジェンコ、GTR を勧誘していた上昇額という団体の口座が振込詐欺救済法で凍結されたという話をします。上昇額というのは自己啓発セミナーなどを行っている団体で、もともとはビジネスに役立つ考え方や行動を教えていました。人生をより豊かにしていく、経済的、時間的、さらには精神的にも自由になる、誰でも生き方を選択していくチャンスがあるといった感じです。上昇額は主に社会人の人や整体師、テコンドー、温泉旅館の関係者などに広がりました。自己啓発セミナーをやっているだけでしたら、前向きな考え方になったり積極的に行動するようになって、仕事でも役立つような内容だったのですが、それとは別に案件と呼ばれる投資詐欺のようなものも絶えず紹介していました。むしろだんだんそちらの方がメインになっていき、今ではその方面で稼いでいるような感じです。しかもそれらの案件はその多くが出勤停止や運営が音信不通になっているという状態です。上昇額は2019年にジュビリエース、2020年にジェンコ、2021年に GTR を紹介しセミナーも行っていました。これらの案件が整体師のお客さんに広がっていったり、テコンドーの道場が急に休みになってしまったり、温泉宿が料金をめぐって混乱したりして、いろいろなところを巻き込んでいます。先ほどから流していますが、講師に玉井明被告や高橋智被告を呼んで、ジビレースやジェンコ、GTR のセミナーも行っています。この上昇額を主催しているのはこちら。会社名、株式会社アイリス、代表者、本田由紀子となっていて、株式会社アイリスというところが運営しています。今回、この株式会社アイリスや代表取締役の口座が凍結されましたので、預金保険機構のホームページで確認してみたいと思います。まずは株式会社アイリス。爽やか信用金庫東日本橋支店、コード002、口座番号1075373、名義人の氏名または名称は株式会社アイリス、残高46801円。口座凍結される前に引き出してしまったのだと思うのですが、こうなると口座凍結に加え民事裁判を行う必要があります。ただ以前の動画でも言いましたが、口座凍結されたからといって株式会社アイリスが詐欺集団だということではありません。場合によっては株式会社アイリスの口座が不正に利用され、この会社も被害者の可能性があるからです。それに関しては異議申し立てを行う期間が設けられているので、その間に銀行へ説明して無実であれば口座凍結は解除されます。ところがこの口座の権利行使の届出等に関わる期間は2022年3月22日になっているので、異議申し立ての期間はすでに終了しています。なのでこちらにあるように、この口座は消滅した対象預金等債権となっています。異議申し立てがあればその旨が記載されるのですが、このページを見ると何も書かれていないので、異議申し立てが通らなかったか何も対応されなかった可能性があります。これに関してはこの後の広告は3月22日から1ヶ月後の4月22日あたりに出ると思われるので、まだ何とも言えません。進展があればまたお伝えしたいと思います。他にも代表取締役である本田由紀子氏の口座も凍結されていまして、三井住友銀行浅草支店、コード230、口座番号7295045、名義人の氏名または名称は本田由紀子、残高18485円となっています。社長の口座に18000円しか入っていないというのは不自然で、これも凍結前に引き出してしまったと思われます。さらに関連口座として、ゆうちょ銀行店舗018、口座番号9487190、名義人の氏名または名称はライトワーク、残高33367円、こちらの口座も凍結されています。権利行使の届出等に関わる期間は2022年3月2日から5月2日ということで、まだ異議申し立て期間中なので凍結解除される可能性があるのと、やはり残高が少ないので、こういったところも民事裁判で争っていく必要が出てきます。現在のジビリエースに関する民事裁判の状況はこちら。すべて東京地方裁判所における新規の裁判で、2月に2件、3月に4件、4月に3件、5月に1件あると聞いています。こちらで確認できたのはちょうど10件。東京地方裁判所だけでこれだけあるので、全国の裁判所ではもっと多くの訴訟が起こされていると思われます。ジビリーグループからは5月に USDT で返金されるという話が出ていますが、このように常に早い者勝ちになっていますから、訴訟や口座凍結するなら急いだ方がいいです。返金されているのだから逆に名誉毀損で訴えられるというお記者の書き込みも見られますが、返金された分は元本から差し引いて損害賠償請求すればいいので特に問題ありません。例えば100万入れてアクアナイトで3000円返ってきたなら、残りの99万7000円を損害賠償請求します。さらに裁判中に返金された場合は和解するときに請求額から差し引けばいいです。損害賠償には3年の期限があって、紹介者側の
会社はしっかり対応しています、返金されるまで待ちましょうという話に乗ってしまうと、損害賠償請求権の消滅時効である3年を過ぎてしまいますから気をつけてください。出金をだらだら引き延ばす投資詐欺案件はほぼ必ずこの手法を取っています。集団訴訟が始まるのを待ってる人もいるかもしれませんが、人数が多くなるとその分裁判の進行が遅れてしまうので、単独あるいは少人数、多くて10人くらいにした方がいいです。口座凍結や裁判に関し続報があればまたお伝えしていきます。このチャンネルでは株や為替のほか投資詐欺に関する情報を定期的にお伝えしています。気に入りましたら高評価とチャンネル登録していただき、ぜひ研究員の一員になっていただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこれで終わりにします。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。